さんこんばんは、自民党の神奈川県の第12区藤沢寒川、からなります、12区選挙区支部の支部長を務めております、星野テレビで、あ、星野テレビじゃないです完全に最初の間違いで自分が星野テレビじゃない星野剛でございます最初からもう失敗しておりますが、今日は、第30そこでなんか笑いをこらえてる人もいますが第33回、記念すべき、何を記念するかわからない、星野テレビの時間になりました、今晩も楽しく放送をしていきたいと思ってますので、よろしくお願い申し上げます。オープニング早々グダグダで失礼いたしました皆さんこんばんは、アシスタントの北岡真央です。さて、先週がゴールデンウィーク特集ということで、今週はゴールデンウィークが明けての通常業務に戻った、皆さんそんな心境ではないでしょうか。でゴールデンウィーク明けてもうこの雨続きで私は嫌だなっていう気持ちでいたんですけれども、うん、星野さんは今週1週間何してました？今週1週間というか、いやもう業務に続く業務です、ねはい、ですよね、はいはい。ただ、地方選が終わったんで、落ち着いてますか？いやいや、どうもありがとうございますという街頭演説やったり、うんうん、藤沢駅の南口でこの前日曜日もやらせていただいたりとか、はい、そういうことに変わってきてるんですけどね、うんうんうん、はい。ね、今日の夕方のニュースですよね、はい、ついに神奈川県にも南足柄茶基準値超えっていうニュースが飛び込んできたんですけれども、うん、今日夕方のニュースで、はい、南足柄茶じゃないんだね、足柄茶だね。足柄茶、うん、あの南足柄で取れた足柄茶の葉っぱから、ね、名前が違います、基準値を、うん、暫定基準値を超える放射性セチウムが検出されたということで、午後からニュースになってます、うん、はい。出荷停止ですか？出荷自粛と自主回収を呼びかけたと、うん、これは神奈川県が呼びかけたということですね、うん、はい。そっか、セシウムが検出されているけど、要素が検出されていない、詳しくどうなんでしょう？うん、基本的に報道によればですけど、うん、南足柄茶、また間違えてる俺今日調子悪いな、はい、ごめんね、すいません。南足柄市で採れた足柄茶から、うん、茶それの、生の葉っぱですよね、うん、そこから 1kg あたり550から570ベクレル、うん、基準値ですね、基準値が、500ベクレルというふうになってるんで、それを超えた、放射性セシウムを検出と、うん、で放射性要素は検出されなかったということで、今年収穫された足柄茶は、6日に出荷が決まったばかりだったと、こういう報道ですよね。あ、はい、そうですか。だから、まあ、放射性セシウムは検出されたけども、うん、放射性の要素は検出はされていないと、うん、ただ放射性セシウムの方の基準値を超えたんで、うん、自主回収と出荷自粛、うんうん、これを県が求めたと、こういう話のようですね。そうですか、はい、なんか半減期がセシウムの場合はかなり長い期間、うん、もう体の体内から出てこないって、うん、出ていかないって、うん、よ、あのですか、詳しく教えてください、はい、いやよくわからないんですけど、うん、あの僕ももうそんなに詳しい方じゃないんで、うん、もしまたあの星野テレビ見てる、ね、専門家の方とか詳しい方いらっしゃったら、ぜひツイートももらいたいんですけども、まあ、あのこれ見る限りにおいては基準値ギリギリをちょっと超えたという程度なんですけども、うん、まあ、どうしてセシウムが検出されて、うん、要素は検出されてないのかと、うんうん、というのはまだ判明もしてないし、まあ、可能性としてはいろいろとあるんでしょうけどね、うん、飛んできた、まあ、少なくとも福島第一原発の関係はあるんだろうと推定はされるけれど、まあ、そう飛んできた部分がいつか飛んできたのか、それから、まあ、要素の方は検出されないというのはどういうことなのかとか、うんうん、そういうことは今後調べてやっていかないといけないんだと思いますよ、うん、はい、うん、まあ、だから神奈川県は特にこの放射性物質のことについては、うん、まあ、今まで
ね、ほとんどそういう関わりというかそういうものが出てきてなかった、うんうん、まあ、東京なんかはあの例の水道水、ねうん、に放射性物質がということで大騒ぎになったのはありますけど、ね、神奈川県は今のところなかったのが、まあ、あのこういう話が出てきたと、うん、いうことだと思いますね、はい、はい、先週から引き続きましてこの1週間、うん、星野さん気になるニュースありました？そうですね、まあ、気になるニュースっていうか、まあ、いずれ番組にも出てもらおうと思ってるんですけれど、うん、そのまさにその原発で被害を受けたというかですね、うん、あの原発からちょうど6キロ何度かこのテレビでもお話してますけど富岡町というところで、に住んでいたご夫婦が今藤沢の方に、うん、まあ、一応避難ですよね、うんうん、してきているということと、あとは、まあ、富岡町の方々ももう ほぼ次の日には出てもう退去してくれというこういう話から、うん、今関東地方あちらこちらに行ってる方がいるんで、うん、まあ、藤沢市の方がまあ、しっかりとこうサポートしてくれるんであれば、うん、藤沢市に行ってみたいという方も出てきてるんですね、うんうんうん、でその中でも僕自身が、まあ、相当こだわりがあるのはただ単に部屋を無償で提供しますよということだけではそれは家族では来れないから、うんうんうん、まあ、仕事をちゃんと考えて、それがなければ、うんうんね、家族で行こうと言ったって、うん、いけないわけですからそこのところとセットになるようにということで、今藤沢市も動き出して、そうですね、5月の23日から、まあ、正式に、受付をするそうです。うん、はい、5月23日、そういったあの企業の受け入れ体制はどうなんですか？まだ、今商工会議所を通じて、うん、藤沢の商工会議所を通じて、うん、まあ、こういうことがあるんですけれど、まあ、百何十人か分仕事の場がないですかね、うんうん、という話を投げかけていると、うん、いうことが今現状でしょうね、うん、まあ、企業の方とすると、まあ、正社員ではないんでね、でこれも難しいところなんですけど、正社員としてあの入社したいとは言ってるわけではないんですね、うんうん、やっぱりこれ早く戻りたい、うん、そうですよ ね、戻りたい、戻りたいけれどもその間やっぱり働く、うん、場所っていうのはどうしても必要だと、うん、そこの兼ね合いなんかも難しいし、うん、まあ、企業の方でももうどこまでやってもらえばいいのかとか、うん、あのまたそれ の, あの避難してきてる方々がそういうものをやってみたいと思うのかどうなのかね、うん、そういうことも大事なんだと思うんで、うん、はい、でも協力体制ばっち、ね、ばっちりで受け付け、いやいや、まあ、これからですよ、ですね、はい、これからやっていかないとしょうがない、はい、はい、分かりました、はい、浜岡原発、ああ花岡に行っちゃう、いや、浜岡の原発の問題については、うん、まあ、皆さんもご承知の通り、うん、まあ、菅総理がああいう形で、法律に基づいてはないですよね、基づいてはないですが、あ、まあ、30年以内に、うん、87%、うん、地震が起きる可能性があると、うん、これを、まあ、一つの数字的な根拠に、うん、原発を止めてくれという要請を中部電力にしたと、うんうん、で中部電力の方とするともうそれはもう受けざるを得ないということで、原発の停止を決めたと、はい、こういう、まあ、大枠の流れはそこですよ、ね、うん、で、まあ、ある意味では何て言うんだろう、致し方がない、うん、まあ、それだけ切迫している、特にその地震の震源地の真上だって言われてるんですね、うん、で、まあそこで、まあ、今回のような大きな震災があった場合に、ちょうど東京と大阪の間でもあるし、うんうん、そういうことなんかも含めて、大動脈を止めることになっちゃう、うん、っていうようなことから、まあ致し方ないなという思いは僕もしてます、してますが、ただ今回のやつはやっぱりちょっと唐突というか、うん、そっちの方の心配もしてて、うん、もういきなりっていう感じだったんで、うん、で、まあ、法律に基づいてもいない、うん、内閣総理大臣が要望したんですよね、民間企業である中部電力に、うんうん、で内閣総理大臣の要望だから、あ、重いんで受けざるを得ないだろうということで、まあ、止めることになった、うんうん、だけどもここにちゃんとした法律であるとか、あと数字的な根拠、なぜ浜岡原発だけ止めるのか、うん、他の原発は止めなくていいのか、うん、そういうところっていうのはもうものすごいすっ飛ばされてきちゃってるんで、まあ、今後どこでも原発ある地域では
心配ですよね。そうですね。浜岡も止めたんだったらうちも止めてくれみたいな話が全国から出てきたときに、どういう議論をしていくのかっていうのは、これから停電ドミノじゃないです、停止ドミノみたいなね、いう形になったときに、どう何を根拠にそれぞれの地域と話していくのか、電力会社と話していくのかっていう根拠が、まあ、毎回のごとくですけど、菅さんがやることは毎回そういうところがすっ飛ばされて、ボンと思いつきで、で私が決めましたってかっこよくあの記者会見やるんだね。あの記者会見は楓田さんがやることになってたのを横取りしたらしいっていう話もある。いやいやいや、そうですよ。だからまあそれはいいんだけど、まああともう一つ問題点として見とかなきゃいけないのは、この夏場の大変な時に、まあ多くはないんですけど、まあ100万キロワットを中部電力から東電の方に融通をするという話が、これは当然なくなったわけですよね。でそういうことから、まあ中部電力の方も本当に今計算上はギリギリ夏のピーク時もなんとかとか言ってるけども、その隙間が 3% ぐらいしかないらしい。で本当に大丈夫ですかという話にはなるし、まあこれが今度東電の方の方にも、まあ少なくとも100万キロワットは融通できませんよと、っていう話にもなってきてるから、いろんなところには全部波及していくでしょ。そういうところまでちゃんとを考えられて、ああいう要請を出したのかというのは、これは甚だ疑問ですね。はい、本当に大丈夫ですかって今おっしゃいましたけど、大丈夫ですかって私聞きたかったんですけど。何を？夏。夏ね。いや、まあだから今後もこういう話がどこまで行くのかということと、あと一旦は 15% って言ってるでしょ今、企業もね。企業も民間の人も 15% 節電してくださいという話でなってるけれども、そこのこともまた変わってくるでしょうし、大丈夫ですかって言われて大丈夫ですと言える状況には今ないでしょうね。だからそういう全体状況を考えられて今回 の要請が浜岡原発についてね、あったとはとても思えないんで、今後しっかり詰めていかないといけないんだろうなとは思います。はい、はあはあ、もう夏迎えるのが、まあ、でもいろいろな節電グッズとか販売されてますからね、皆さんが一丸となって、やっぱりこの夏を越えていかなければ、そうですね、まあ、私ももう当然ですけど、クールビズで、いやいや、ネクタイ、もう1ヶ月早め、めてますんで、アップにしなくて別にいいっちゅう、夏のスタイルはどうなるんですか、クールビズ。え、上着を脱いで半袖になって。やっぱり茅ヶ崎とかの人は皆さんアフロ、アフロじゃね、アフロじゃね、アフロじゃね、アロハだよ。茅ヶ崎市役所の人はみんな夏はアフロとか、アフロじゃない、余計暑いじゃないですか。アフロじゃないよ、余計暑いよね。アロハ、アロハ、だからいやクルビズ決まりはないんでしょうけど、ネクタイ外して、その分ね、室内温度を上げてという、1ヶ月早まったって言って。もうやってますよ。あ、そうなんですか。もう国会もみんなそうだし、クーラーの温度というか、いや、もうもうクールビズでもうネクタイ着用なくてもいいって言ってるし、各役所役場なんかも1ヶ月前倒しだし、まあ、企業なんかもだいぶ1ヶ月前倒しでやり始めてますよ、ね。まあ、電車なんか乗るとネクタイしてないサラリーマンの人結構多いですよ。あ、そうですか。はい、いろいろ私たち主婦も頑張らなきゃと思います。うちはグリーンカーテンやろうかなと思って、はい、ゴーヤが一番いいんですよね。ツールがすごく伸びるので、はい、自然の風の中グリーンカーテンを敷いて、夏には間に合うように頑張りたいと思います。北子さんのところマンションでしょ。そうですよ。グリーンカーテン敷くの？つけるんです。あー、ゴーヤをプランターで植えて、ベランダの上の方までネットを敷くんですね、はいはいはい、でそこでツルが今の時期から植えると、夏ぐらいには間に合うぐらいの大きさになります。その後ゴーヤも食べれる。そうなんですよ。ゴーヤは夏バテ防止に効きます。なるほどね。あ、いいですね、うん、ちょっとやってちょっと写真撮ってきてください。なんか目黒の区役所、目黒区が無料で100、はい、200人ぐらい募集したんですよね、そしたら3倍ぐらいの公募が来たみたいです。あれ、藤沢市もあるんですか？藤沢市、あ、すいません、はい、突然登場した、出ました、はい、高橋です。ゴーヤの種って、
今年はやってないんですかね、うん、私前もらい去年かな、うん、種あそのやってますよね、公民館とか市民センターとか市役所とか行くと、うんうん、種くださいって言うともらえます。市民限定なのかしらあれは。いや別に行けばくれる。そうなんですか。行ったらくれてもらったんです。何かに行けばいいんですかね。でもなんか多分、うん、あの市役所だったら受付の方に声かければ教えてもらえると思うし、私は鵠沼のあの公民館、で行ったらくれました。そうですか。で、はい、植えたの。植えてるんですか。植えました。そしたらこんなちっちゃいゴーヤができて、うん、でもっと大きくなるだろうと思ったらそのうち枯れて、うん、それじゃ食べれないじゃん。なんかツルはできたんで、まあとりあえず目的は達成したからみたいな。あ、あるんですかそれ。でもどうち結構涼しいんですよ。あ、それは立て付けが悪くて空気が通りやすいって言われましたね。立て付けってうち結構恵まれた立地なので、まあまあでも涼感は得られました。うん、緑のこのつるがビーってなる感じ。なるほどね、誤解かもしれないけどね。でやっぱり毎年1回植え替えなきゃいけないみたいですね、ゴーヤって。そうです。あ、ゴーヤね、種が取れるので、うん、それを大事に取っといてまた今ぐらいのシーズンに植えるっていう。なるほど、ね、これぐらいになればいいけどな、こんなゴーヤじゃな。びっくりしました。もうこのまんまピクルスじゃないんだからさ。これ皆さん気をつけてください。黄色くなったらもうそれ枯れてます。ですよね、黄色いゴーヤって美味しくないんですよね。そう、栄養も全然半減なんですね。そうで黄色くなって朽ちてきます、そのまま。なるほどね。はい、はい、見事。皆さんゴーヤちょっと挑戦した方いたら、どんどんまた TL で送ってもらえれば。いただきたいです。なんかコツとか聞きたいですね。そうだよね、ネットのつけ方とか。あ、誰か知ってる方いたらお願いします。どんどん教えてください。黄色い2年連続で黄色いゴーヤを作らないように高橋が今年もやってます。もちろんグリーンカーテンで検索したら全部。あ、そうなんですか。あ、そう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 です。それ、はい、藤沢市の、はい、ちょっと私も今見てみます。藤沢市のホームページにグリーンカーテンについて載ってるんですよ。で、私はそれを見て、うん、あのちなみに公民館に取りに行ったんですけど、うんうんうん、あ、育て方まで載ってるんですね。という藤沢ネットさんの情報ですね。さすがですね。さすがだと思いますね。まあ、歩くインターネットホームページみたいな。インターネット歩くホームページだよ。歩く意味わかんない。意味わかんない。あの、すっごいくだらない話ですけど、はい、いいくだらなくて。いいですよ。まだゴールデンウィークバージョンで。僕が県会議員成り立ての時に、はい、県議会で、長老の県会議員の先生2人が、控え室で喋ったのね、はい。で、インターネットについて聞いてるの。うん、で、あの、もう、まだ生きてるからまずいけど、まあいいや。島村さんっていう人が、梅沢さんっていう人に聞いてんのね。いや梅ちゃんよって、うん、インターネットってさどこで売ってんのよって聞いてるわけよ。ねえねえねえ。そうしたら梅沢先生はそうだな、あれはよ秋葉原だよってで私島村さんが、あのそうかって値段はいくらぐらいよって聞いてんの、うん、そしたらな梅ちゃんとか言ったらそうだな10万円も出せば買えんじゃねえで2人でそうか今度2人で買いくべよってすっげえ面白い。もう15年前以上の話ですけど、ごめんね歩くインターネットなんか言えないじゃん。まあいいやいいや、話題を切り替えよう。切り替えなんでゴーヤに、すいません、ゴーヤは全然話題にするあれはなかったんです。すいません、はい、あ、すいません、ゴーヤに飛んじゃって。いやゴーヤいいですよ、僕も好きだから。ちょっとじゃあ TL を、はい、はい、お願いします。はい、読ませてもらいます。よしき八さんから、はい、食に関する問題は生活に直接影響することなので政府は判断基準を明確にしてほしいですと。はい、やっぱりその足柄茶の話もそうだね、うんうん、し、あと水産物、うん、もう湘南もそうですよね、相模湾で取れる魚が本当に大丈夫なのかと、うんうん、なんか海流的にはこの福島沖は黒潮、うん、でそこから下、銚子から下はまた潮が分かれるので、うんうん、こっちまで来ることはないよとかって潮流はそう言ってるけどね、ぶつかるからね、黒潮とこう、そうそうそう、うん、でも実際のところはどうなのよと。でまたその相模湾で揚げる魚っていう意味で言えば、うん、この辺は大丈夫だとしても、うん、船はよそまで行くわけですよね、うん、だからそれが本当に大丈夫なのか、うん、どこまで検査されているのかっていうのはすごい気になりますよね。そうですね、はい、
あとは同じくよしきエイトさんから、東海震源地に近い原発停止はいい判断だと思いますが、停止後の電力確保や関連市町村への対応も含めての決断とは思いません。何を根拠に発したのだろうかと、うん、やっぱり同じ疑問を持たれているよ、ね、まあ、そうですね、うん、思いつきでしょうね。で、電力確保っていうのはやっぱり星野さん的にはどう思いますかって、厳しいですか、浜岡が止まることによって夏の電力供給というのは。一番心配しているのは、はい、浜岡だけではなくて、さっき言ったドミノ現象で、うんうん、あちらこちらでじゃあうちの原発は止めないのかみたいな話になってくる。で、逆に言えば今、運転を再開してない原子炉っていうかいっぱいあるんですよ。まあ、分かりやすく言うと4割ぐらいが天気検査とかで、ね、なってると。でそれも今こんな状況になって浜岡中心になったら、定期検査終わりましたから稼働しますって言った時に、もう地元から相当な反発出てくるだろうから、もしそういうものに波及してくるんであれば、まあ、相当深刻な状況になる可能性があると。だからさっきも言ったみたいに、何を根拠にどういう数字 でこの影響はどうなのかというのをちゃんと明示した上で、浜岡だけはこうなんだとか、他のものについてはね、やらないんだっていうようなことをただ単に要請をするとかって、そんな中途半端な話ではなくて、明確にやっぱそこをしとかないと他のものに影響が出てくるし、そのことは何もこの前の記者会見を聞いたりしてる限りにおいては何も考えてないなと、というふうに思えるんで、そこまでなったら大騒ぎだと思います。だからそうならないように、ちゃんとやっぱり遅きに失してるとは言っても、やっぱりその根拠はちゃんと今回の場で、みんなね、議論をして明確にしていかないと大変なことになるな、私はその政治の世界って本当にあまり詳しくは分からないんですけども、そのニュースで見た段階で、まずその会見で停止の要請をしたと菅首相が言ったというのが本当に直前に決まったことで、関係者も知らされてなかったっていうのがまず気になることと、あとその後のニュースで、自民党が、復興支援会議についての出席を参加を拒否したと。でそのもう一つの、あとは今度の亀井静香さんの、国民新党のやっぱり超党派で組む、そのまたそっちもまた支援本部みたいな違うグループが出来上がっていて、そこへの参加も自民党は、拒否をしたというニュースが流れてたんですけど、そのいろんなところで会議や本部っていうのができるっていうことに、私は逆に恐怖というか、すごい心配だなと。だからそれこそ首相は首相で会見に出る直前にそういうのを自分でこう決めて、で発表してしまう、でまたいろいろ会議や本部ができて、なんかこう船頭を多くして船山登るみたいな、何状況が今なのかなと思って、すごい一般感情的に怖いなと思ってるところなんですけど、全くそうだと思いますよ。だからもうやたらめったら対策本部とか会議を作っちゃったでしょ、これがもう20個近くになっていて、もう僕が一回パネルを見たんだけど、何か起きた時にこれはどこに持っていったらいいかっていうのは誰も分かんないぐらい、もうやたらめったら作っちゃった、でもう兼務してたりとかね、ですごく見えにくいでしょ。だから今はなんとか、3系統に戻すっていうか、3系統にまとめるためにまたなんか会議をやってるっていうのはもう全く分からないなと、やってることがね。でこういう震災の時っていうのは一番大事なことは、あの阪神大震災の時も、あの時も村山さんっていう、ね、あの社民党の人が総理だった、であの人はまあいろいろと批判をされたけれども、やっぱり今から考えるとすごいなと思うのは、小里さんというね、自民党の代議士ですけど、この人を担当大臣にして全部その人に責任任したんですよ、全部やれと、もう全部やってくる。でその小里さんも役人たちを全部集めて、実務者を集めて、もうとにかくお前らのやったことは全部自分が責任を取るから思いっきりやってくれと、その代わり全部ここに集中しろと、情報も何も権限もということで、やったんですね。だから阪神大震災の時には非常にこう連絡調整はスムーズにいった。これがものすごく今回は全く違う話で、もうやたらめったら会議、で会議やってても仕方がないんで、今はもう行動に移さなきゃいけない時期でしょ、会議やるのはまた別にやってればいいですよ、現実に。で一体誰が責任を持って何をやるのかっていうことが、
できない。で現実に一番最大の問題点というのは役人を使い切ってないということなんですよね。中央省庁の役人を、だって中央省庁の役人がね、あれ国民の財産でしょ、あれだけの人数とあれだけの情報とノウハウを持ってる役人を民主党の言ってる政治主導だからね、遠ざける、で政治家だけでやろうったってできませんよそんなこと、だからここら辺がすごく後手後手に回ってる原因なのかなというふうには思ってて、でちょっと歴史の話をさせてもらえればなと思ってるんですけど、もっと歴史を遡ること、関東大震災が、1923年の9月1日に起きてるんですね、でこの時調べてみると恐ろしいのは内閣総理大臣いないんですよ、で、その8月の24日だと思ったけど24日に内閣総理大臣をやっていた、首相をやっていた加藤雄三郎さんという人が死んでるんでね、亡くなってる、それで元老の西園寺さんが出てきて、次はそれじゃあ、退役軍人というか、あの海軍大臣かをやって、いた山本権兵衛さんにしようって言ったんだけど、言ってる間の1週間に関東大震災来たんで、その瞬間は内閣総理大臣いないんですよ、いないんだけど、それでまさかいないんじゃどうにもならないと、ということでもう即座に何日か後には関東大震災の何日か後にはすぐその山本権兵衛さんが首相に就任をした、こういう歴史があるのね、だけどももう一番皆さんも聞いたことあるかもしれないけども一番大きいのは後藤新平っていう、前東京市長もやったことある当時の内務大臣、この人がいたんですよ、でこの人が、ものすごく迅速に、まあもう有名な政治家だけど、もう次の日には復興計画出したんだよね、あの震災の次の日には復興計画出して9月2日、あと天皇陛下に、報告をするこういう計画っていうのは1週間以内には出した、でしかも何すごい大風呂敷を広げたんですね、30億円かかるからよこせって言った、で今のお金に直すとね175兆円よということは国家予算の2倍のお金がこの震災復興には必要だって言って大風呂敷を広げた、もちろん削られることは前提にね、だけどもその後藤新平さんがやったことで、復興計画っていうのはものすごく早まったし、全権を一任されてやった、でその名残があの昭和通りであったり隅田川に橋がかかってるっていうのはその関東大震災の復興計画、後藤新平さんがやった、復興計画のあれですね。隅田川に橋がかかってる。隅田川はなかったんじゃないの？元から橋がなかったの。のをかけたという、防災の中で、あと昭和通りってものすごい広い、通りがあるでしょ、あれを作ったのもその時にそういう計画を即座に、1週間後に出してるんだから、これはものすごい、でも即座に動き出した、もちろん後藤さんがいいブレーンを持っていたからあれだけども、とにかく広い道路を作れとか、ものすごい的確なあの復興計画を、でこの内閣もまた4ヶ月で倒れちゃったからすごく残念なんだけど、もうお亡くなりになった昭和天皇はあの計画がもしちゃんとうまく最後までいっていたら、東京大空襲とかその後のね、今度は震災じゃなくて災いの、ね、戦災の時にあれほど多くの方が亡くならなかったと言って、昭和天皇が悔やんだぐらいしっかりとした計画を1週間以内にバンと出して、それに向けて全員が一致団結して動き出しているという、これは僕は歴史を学ばなきゃいけないところだというふうに思いますね。だからさっき高橋さんが不安だった、僕も不安よ、あんなに会議とか対策本部とかばっかりあって何をやってんのかなって、一番困ってるのはその被災に遭ってる方だろうなと、ものすごくそこは残念ですけどむちゃくちゃ遅い、復興計画の基本法もまだ国会に提出されてないわけだし、復興会議っていうその専門家を集めてやってるところに今度は自民党の総裁出てくれと言ってみたり、もうそんなことやってる場合ではなくて、自民党も足は引っ張ってないんですよね、とにかくこれを早くやるべきだってどんどん提言出してるけども、それが全く進まない中で、なんとかこれ責任転嫁したいと思ってるんじゃないのかな、
そこら辺はものすごく不安ですね、はい、どうでしょうか、はい、そうですね、じゃあ、はい、あともうちょっとじゃあ TL 行かせてもらっていいですか、はい、スタジオ12さんから、原発事故と電力確保や地域経済は天秤にかけられません、浜岡停止はいい判断だったと思いますというご意見と、はい、あと YOSHIKI8 さんからは、54基の約半数は点検などで稼働していない、まあ、原発ですね、はい、今の現状は脱原発に向けての良い機会ではないかと思います、うん、国や国民がソーラーや風力節電などについて前向きに考えている今がいい時期ではないでしょうか、うん、と高明2002さんから、復興財源について、うん、赤字国債はやむを得ないが無記名式にして富裕層から集めれば良いと思う、うん、相続税対策になるからすぐに集まるはず、格付けも下がらないでしょうし、うん、いうご覧いただきました、はい、ありがとうございます。今日ちょっと時間がなくて、ちょっとお話できなかったんですけど、やっぱりこれエネルギー政策全体 を考えていかなきゃいけない、またその機会にしなきゃいけないと思ってるんですね、うん、だからこれ今度の新しい県知事もソーラーパネルあれだけ言ってるわけで、じゃあどこからお金を調達してきてどう支援ができるのかいうのがあるし、ただ僕はそれをきっかけに、最初は多少コスト高いですよ、うん、だけどもみんなでそこでやるんだと、でそのために今度は電力会社の体制も変えなきゃダメなのね、今まではどちらかというとやっぱ東電なんかもあんまり積極的ではないですもん、その太陽光の発電の電ね、電気を買うことについて何回もいやいやみたいな、もうそんなこと言ってられないんで、みんなで企業も個人も地方自治体もみんなそういう再生可能エネルギー、これに相当力入れていくってアクセル踏んでいくっていう、そこに切り替えていかないと、でそこでどれぐらいの電力がカバーできるのかだとしたら、その分どこの原発を止めるのかというね、エネルギー政策全体をやっぱりこれ網羅して考えていかないと、もう瞬間的になんかこっち行ったらバーンと止めるみたいなね、こういうことをやるべきではないというふうに僕は思ってます、はい、はい、はい、ありがとうございました。では続きまして、第2部、はい、ゲストコーナーに移ります。はい、はい、ちょっと待ちくださいね。お待たせいたしました。続きまして第2部、今週のゲストはいい物件リスト企画部企画課の久保島京子さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。やぶも遅くすいません。はい、久保島さんはいい物件リスト不動産屋さんなんですけれども、たくさんのイベントを企画されている、そういったご紹介でよろしいでしょうか。はい、はい、その企画というのがとても面白く、皆さんに対して何それなんて興味深いイベントだと思うんですけれども、今月の5月14日次の土曜日です。なんとスポーツゴミ拾いというすごく面白いイベントがあります。でそちらをねちょっとご紹介いただきたいんですけれども、久保島さん今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、昨年からですね、はい、私どもリスト株式会社で神奈川県内で、スポーツゴミ拾いというものをやらせていただいているんですけれども、まず簡単にどういったものか、ね、どういうものかね、初めて聞く人も多いんじゃないかな、はい、ゴミを拾ってスポーツになるんですからね。あ、それで、うん、わかります。はい、はい、ただの、はい、ゴミ拾いではなくて、はい、まず何が一番違うかというのがスポーツ、ゴミ拾いをスポーツにしたというところなんですけれども、はい、このまずチームを組んでいただいて、3から5名のチームを組んでいただいて、そのチームの中で、チームで、決められたエリアの中で1時間なら1時間ゴミを拾っていただき、拾ったゴミをゴミの種類にそれぞれ、
重さを測った上でポイント化し、そのポイントで順位を競うというようなあのスポーツ競技と、ねえ、順位を競う、まさにスポーツですね。そうですね、だいたい朝9時半から開会式を始めまして、終わりが12時くらいにはもう午前中で終わってしまうようなものなんですけれども、本当に小さいお子様からあのご年配の方まで、もう本当年代関係なく皆さん楽しんでいただけるスポーツということで、ですよね、はい、はい、僕も参加しました。いつですか、参加されたの。はい、昨年だよね。はい、通じ堂での第1回目の時に、はい、でうちのチームは、優勝しました。すごいじゃないですか。すごい、かなりかなりの大差で1位、大差で1位、はい、まあ、まあ、後でまたその感想は、はいはい、ということで、あとあれかな、はい、あとはで、ですね、うん、この各チームにですね、はい、スポーツということなので審判がつくんですけれども、ルールがあるんですね、やはり、はい、スポーツなのでルールがあります、はい、でそのルールというのが、まずスポーツなのでこう走らない、うん、あ、走っちゃいけない、走っちゃいけないんですよ、ね、走りながらゴミを拾ってはいけない、はい、まあ、そういうあのルール、いろんな細かいルールがあるんですけど、そういうのをジャッジ、見ている人が審判の係なんですね、うん、で審判はそういう違反をしていないかという、うん、違反をしたら減点何ポイントなど、いろいろあの細かくあるんですけれども、であともう一つが、6種類のゴミに分別していただいて、うん、それぞれを、はい、それぞれの重量ポイント化するんですけれども、いや、あ、これか、はい、はいはい、これがですね、こう種類によって、うん、あのポイントが違うんですね、うん、だから、うん、はい、100g10 ポイント、大きいものというよりは意外にタバコの吸い殻なんか、うん、小さいけれども見ていただくとよりポイントが高かったり、はい、っていうので、まあ、何を拾うか、どういうところを狙うかっていうのも、優勝するかどうかの肝になってくるかなと思います。はい、あ、ペットボトルのキャップは1個1ポイントなんですね、うん、そうですね、うん、はい、へー、このユニフォームや袋などの用具の無視、あ、じゃあオリジナルのユニフォームは着ちゃいけないってことなんですね。ですね、私どもの大会ではユニフォームを統一したものを用意して、うん、ビブスを用意しているんですけれども、ですね、そのビブス着用、審判と競技者の色がいろいろあったりとか、うん、まあ、そういうことですね、うん、そんなに厳密にね、あれしてるので、そうですね、うん、一応ルールありますけれども、うん、そんなに本当に失格とかなった方は今のところ聞いたことはないですね、うん、はい、はい、この決められた時間の中で最高何ポイントを獲得した方が過去にいる、そうですね、何ポイントというか、キロで言いますと、かなり星野さんのチームなんかもかなりな重量拾ったと思うんですけども、うん、ね、これはね、コツがあるんですね。なんでしょう。いや、あります、あります、そこの地域で、まあ、一斉に集まって分かれていくじゃないですか、うん、で、できればチームに一人ぐらいはどこら辺にゴミがあるかを熟知してる人がいると、いや、うん、うろうろ動き回っても、もう先に拾われちゃってたりとかするんでね、そうですね、誰かやっぱりその地域のこと、うん、地域のことってあって駅の周りで よく通るけどここら辺ちょっと汚いよなみたいな地域がなんとなく頭にイメージされてたら、まずもう相手っていうか他のチームと、まあ、反対側に行ってそこに攻めるとか、あ、うん、すんごい真剣にやったもん俺も。いや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 、はい、そうですね、競技始まる前に、うん、まあ、審判の方込みで皆さん、ですかね、うん、作戦タイムというのがあるんですね、15分くらいあるんですけれども、うん、はい、まあ、そこで、まあ、2キロ四方ぐらいのエリアで大体どの大会もやるんですけれども、うん、まあ、どこから攻めるか、うん、みんなあっちに行くだろうから僕たちはこっちに行こうとかっていう、うん、そういうところも結構事前の準備が大事だったり、ね、はい、します。そうですね、
みんなと同じところ行ってるところはみんなね成績悪かった、なくなっちゃいますもんね、うん、だけどみんな釣られていくんだよね、うん、やっぱりあっちかみたいな、うん、もうそこは自信持って違うって全く違う方向行こうっていうところ、うん、やっぱ戦略性はあるかもしれない。そうですね、うん、ただなんとなく歩いてるんだと、そうそうそう、もう拾われた後だったりして、うん、そう綺麗な、ね、意外と道って落ちてないものですもんね。いざ探そうとすると、うん、意外になんかもっとあるだよね、うんうん、ゴミを見つけてよかったみたいなのないでしょ。だってないですよね普段の生活の中で、うん、だいたいこのスポーツ参加していただくと、うん、なんかそのもう解散の後帰り、うん、家までの帰り道でもタバコが落ちてると思って、うん、これ何ポイントみたいな気持ちで、かなり意識が変わりますね。そうですか、はい、あれですよね、日程はどんなのか。はい、これからこの春の、うんうん、なんですけれども、はい、まず今週の土曜日、あ、結構たくさん開催されるんですね、はい、がまず今年の春大会の1回目辻堂大会を、うん、開催して、そこからもう今度の土曜日ですね。そうですね、辻堂大会もう毎週ぐらいで順次、はい、やっていきます。ベイクウォーター3階もうじゃあ本当に繁華街というか、うん、駅近くでもやるんですね。東口大会も、はい、うん、なのでどうやったら申し込めるんだろうって、はい、ですね、なんで俺が MC やってるんだろう、どうぞ、マジで私どもはいろんなイベントなどに協賛していたり応援していたりするんですけれども、そういうものをいろいろご紹介しているみんな元気プロジェクトというみんな元気プロジェクト、はい、ホームページがあるんですけれども、そちらの中で、今回のスポーツゴミ拾いの応募や概要など、まあ、細かいことが載っている見ますので、あと、チームの受付が、基本的にメールでこのサイトの中からできるようになっておりますので、うん、はい、ぜひもう皆さんふるってご応募いただければと思います。はい、今画面出ておりましたが、みんな元気ひらがなでプロジェクト、カタカナで検索してみてください、うん、はい、はい、でそのまま受付画面にも行くんですよね。はい、うん、メールアドレスが出てくる、この大会はこの大会がここを押せばもうできるようになっていますので、うん、あと QR コードなんかからもいけますので、携帯電話でも大丈夫です、うん、本当面白いですよね。本当に面白い、本当に真剣になるし、はい、もう、ぜひぜひ皆さんですよね。もう、ね、辻堂はいっぱいになったぐらいなのかな。そうです、実は辻堂大会が150名ぐらい、今回はい、だいたい1週間前ぐらいをめどに締め切りとさせていただいてるんですけれども、うん、はい、はい、もう水道大会は。なるほどね。なんでこれもともとリソさんこういうことを始めたんでしたっけ。元はどっかあるんですよね、はい、このスポーツゴミ拾いの、日本スポーツゴミ拾い連盟あるんですよね、団体がございます、ね、そこが2008年から、まあ、渋谷かどこかでまず第1回目始めまして、うん、そこからも全国広がって、もう去年今までで46大会ぐらいやってるらしいんですけども、うん、その中でその代表の方が神奈川県出身なんですけれども、まだ神奈川県でやったことがないというお話で、うん、じゃあ神奈川県だったらということで弊社の方にお話をいただきまして、昨年の3月に東戸塚で神奈川県初の第1回を、うん、やらせていただきまして、ですごく楽しくて、うん、まあ、好評いただいたので、うん、まあ、2回3回とおかげさまで今年も、そうですね、はい、意外なんですよ、私は不動産屋さんがこういった企画をされているっていうことがそうですね、ただまあゴミを拾って、まあ、魅力のある街づくりをするっていうのは不動産の会社としても、はい、そういうのは街の魅力を上げるというのはもう会社として使命だと思っておりますので、なるほど、やはり街を元気にするという意味でも、自分たちの街をまずきれいにして好きになってっていうのが、まあ、第一歩かな、あ、そこが原点だったんですね、はい、思っておりますので、その他に何かイベントとかは企画されてるんですか。そうです、スポーツゴミ拾い以外でも少年野球大会だとか、うん、少年サッカー大会だとかいろんなものに協賛しておりますが、うん、大きなところで言うと弊社の横浜ベイスターズのヘルメットスポンサーを、うんうん、そうですね、5年目が、はい、そうですね、やらせていただいております。なかなかベイスターズが成績上がらないんで困ってるんですけど、そうですね、もういや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 、昨日あ、まあまあそうだけど、いや、ここ最近はいいけどさ、
最近ね。もういやね、ずっとだって最下位でしょ。圧倒的な。まあ、そう言わないでください。いや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 。いやだから頑張ってもらわないとね。はい、せっかくスポンサードしてて。でその他に少年サッカーとか少年野球とかすごいたくさんスポンサードしたりマラソン子供たちに何か応援っていうのはすごくあれとあれしては色としてはありますよね。アマチュアスポーツ、まあ、これからの、まあ、時代をになっていく、まあ、子供たちをまず応援しようということで、うん、子供のスポーツにあの関わらせていただくことが多いですね。ね、あの会社のあれとしてもね、そういうところを頑張って応援していって、そうですね、うん、スポーツ大好きな会社なので、そうですよね、はい、うん、会社自体が体育会系の会社なんで、みんな結構元気よくてそうですか、うん、え部活動とかがいっぱいあるんですか社内で。あ社内で部活動やってますよね、サーフィン部もあるでしょ、サーフィン部、野球部、うん、でサーフィン部の顧問にあれですよ、あの星野テレビもお世話になってるドジ伊坂さんが。そうなんですか。そうよ、それでそうそう、だからサーフィン部の指導をドジ伊坂さんがやってたりとか、うん、すごい、へ、うん、だからスポーツマン多いですよね、社員の人ね、はい、みんな大体大学でも体育会系のクラブやってた人なんか多い。ちなみに久保島さんは何部に所属されてるんですか。私は、はい、特に帰宅部、帰宅部とかじゃなくて帰宅部とかじゃなくていや別に強制で入んなきゃいけないで、会社だからさ、だけど割と会社の中ではね、そういうスポーツが盛ん、そうです ね、 ね、僕も大変お世話になってる。そうですか。仲のいい、はい、あのみんな経営陣とはみんな友人関係で、はい、もう社長自ら北部さんという人が社長なんですけど、すごいサーフィン大好きだしスポーツマンだし、はい、すごいですね、うん、だからね、もうなんかイメージ的にそういうものがありますよね、会社の方もね。そうですね、うん、まあ、あのマンションなんかも作ってますんで。作ってます、はい、あ、はい、仲介業だけではなく、あ、もう分譲マンション、マンションも一戸建てもですよね、はい、辻堂はそうですよ、うん、辻堂の駅前の、はい、あのシークロス、違う違う、ああ、すみません、南口 の、 南口の、はい、辻堂タワー、はい、あ、大きい、はい、うん、イーストレジデンスというマンションも弊社の方でやらせていただいております。そうでしたか、はい、うん、そうなんですよね、だからまあ、よかったらマンションも買ってくださいってわけわかんないですけど、いやいや、なんで俺が宣伝してんのかみたいな、いや、いいねよ、僕が宣伝するんで、うん、うん、だけど、まあ、そんなことよりも、あの本当、地域になんか貢献できればっていうことで、うーん、ビーチクラブの江ノ島っていうのも、僕が一応、名誉会長じゃない、会長やらせてもらってて、ドジさんなんかと、全国でビーチクラブもやってるんですけどね、ビーチを使って、もっとこう海を楽しもうみたいな。うん、それなんかも結構応援してもらったりとか。あ、そうですか、はい、ビーチクラブも物件リストさんお持ちなんですね、はい、っていうか、うん、っていうか応援してもらってて、はい、いやすごい、本当にスポーツお好きな会社なんですねそうですね、ね、アクティブで皆さんあのイベントを企画されてるってことがすごく、うん、いい会社だなっていう印象を受けますなんて答えていいか分かるなっていう私もそうアップもらったのにいいコメントできなくていや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 、まだ星野テレビも発展途上なんで、はい、まだまだもう、はいはい、ごめんなさい、はい、TL というかスタジオテレビさんからの質問なんですが、優勝したら、スポーツゴミ拾い、はい、優勝したら商品出るんですかというご質問なんですが、はい、そうですね、一番重要ですね、大事なところです、うん、まず参加賞、皆さんに参加賞はいつも差し上げておりまして、うん、参加賞は何ですかそれ。参加賞はですね、今までで言うとマリンタワーの展望チケット、いいですね、とかあとは、うん、あのコカ・コーラさんからの、 あの、うん、協賛であのドリンクを皆さん分いただいたりしておりますね、はい、あとそれ以外で、1位、うん、優勝準優勝3位というのは、うん、あの盾賞状プラス入賞商品というものをご用意させていただいて、うんうん、野球のチケットなんかも配ってたよ ね、 そうですね、ベイスターズ なんと巨人戦とか大会によってあの商品違うんですけども、はい、今回のちなみに14日の商品が何ですか商品バラしていいのか、いいのか、お楽しみですかね、お楽しみということですか、はい、そうです、わかりました。じゃあ1位2位3位に関しては豪華商品、はい、あとはあの、まあ、大会によって何本あるかわからないですけれど、特別賞なんかも大体ご用意しております、うん、
とあじゃあ面白いゴミを拾った人とかそういう特別吸い殻が一番だったとか、うん、一番ちびっ子ばかりなのに頑張ってくれたとか、うん、まあいろんなそうだね、はい、うん、子供たちもすごい活躍するんだよ。子供が一番すごいよね、元気ぐらいのやり方ですよね。めちゃくちゃ元気なの、ね、そうですよね、うん、俺も小学生に負けるなとかって頑張ってたもんいや星野さんは3人ぐらいで4人ぐらい、4人くらいですかね、うん、もう最強チームでどういった仲間だったの。いやいや、それはまた内緒で、また今度星野テレビでもスタッフで出ようかなっていう。なんかリーダーさっきおっしゃってませんでした、ね、いいですか、はい、それを約束しちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、ということで、あの星野テレビも出る、あの今度辻堂はちょっともういっぱいなんであれですけど、ちょっと大会出て、ね、報告をしないとですね。そうですね、うん、もう出るからには1位を目指さないと。そうですね、くまなくほら事前に調べなきゃいけないですね、ゴミなりかを。はい、うん、それはもうちゃんと優勝経験者がこう前の日からゴミを運ぶとかそういうのはダメだ、ダメだ、ダメだ、スポーツマンシップに反しますよね。下見ぐらいは行くかもしれないね。そうですね、下見ね。下見はいいんだっけ。前日にまあゴミ拾いの相談だけは皆さんしないで。あ、やっぱダメなんだ、前日も下見はダメだ。しちゃうとダメですよね。ということですから、はい、ズルはなし、ズルはなしという、はい、なんか TL いい大丈夫。あ、やっぱみんな商品が、商品が、あ、商品すごい食いつきが、はい、うん、びっくりしてます。うん、でもとりあえず辻堂大会はもういっぱい。そうですね、今回はで、また、はい、秋なども辻堂だったり辻堂の周辺でもうやろうとは思っておりますので、うん、秋ですね、秋ですね、春と秋をやろうと、はい、そうですね、気候がいい時に、うん、なかなか真夏だと1時間歩くと結構体にきますね。うん、アスファルトも結構暑いし、はい、うん、あれでもこの5月6月でもものすごい汗かきますよ、1時間。うん、おだから、あの経験者は語るじゃないですけど、軽装で行った方がいいっていうか、はい、運動完全にできるはあれで行った方がいいですね。スニーカーで。うん、なかなかしゃがんでとかっていうのを1時間やるとかなりですね、うん、いい運動にも。最初の説明もしかしたら聞き逃してるんですけど、道具は制限はあるんですか。あ、そっか、あの何ですかこれ、トングとかビニール袋とか、あと軍手なども全て、うん、あの私どもにご用意させていただいておりますので、もう体一つで動きやすい格好で来ていただければ、はい、もう、ですね、うん、一応当日の朝までにはジャッジをして皆様にご連絡を、中止の場合はさせていただくんですけれども、うん、そうです、今週のとりあえず土曜日は今のところは、はい、晴れということですね、うん、この雨金曜日まで降り続くみたいですね、うん、で土曜日は晴れると、うん、本当大丈夫、天気予報なんで、はい、チェック済みでしたね、イベントが満載なので、うん、はい、なんとしてでも晴れてほしいなと思ってます、うん、はい、そしたらあとは、あ、マサさんからユーストリームの視聴者数の表示が今までと違うなんてコメントが、上がってるんですか。あ、私のパソコンは変わってないんですけども、はい、変わったそうですよね。マサさん、ありがとうございます、うん、この前どうもありがとうございました、はい、見ていただいて遅い時間で本当すいませんはい、コメントはそんな感じです。はい、はい、分かりました、はい、はい、じゃあよろしいですか。ね、そろそろお時間となりました、はい、はい、今週お招きいたしましたリストは E 物件リスト、みんな元気プロジェクト企画されています、久保島京子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、星野さん、今週も終わりましたけど。あ、終わったの終わったのね、終わっちゃったの、はいはい、あのちょっと時間早くてあれだったんですけど、はい、そうですね、あ、そっちですね、はい、第33回も無事というか、今度なんかグダグダになって今日はすいませんでした最初に僕は間違えたんで、それが大きく後を引いてたような気もしないでも、ないんですが、またあのいろんなゲストの方、あのどんどんお呼びをして、それから、まあ今後ですね、こういうものも取り上げてもらいたいとか、というようなこととか、あとこういう方の話を実は聞いてもらいたいと、うん、あの聞きたいと、というようなね、方もいたらどんどんあのリクエストをもらえればな、ゲストのリクエストぜひぜひいうふうに、でまた自分が出たいとかね、そう、あ、そうですね、うんうん、あのぜひ、でも何人も自分から出たいって言ってる方出てもらってますよね、今まで、もう結構あの自分から、あ、出れるんですかみたいな問い合わせからとか、うん、すごい、ね、
結構いいよね。ちょっとそこは担当探しなんで、アット星の TV 宛てにあのツイート、メンションまたはあの DM いただければ、うん、あのすぐに反応してすぐにお返事をしてまして、うん、実は5月は結構それであの、まあ、こちらからの声掛けもあるんですけど、いっぱいそういったすごい出演者の方がちょっと決まってますので、皆さん早い者勝ちなので、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ね、また夏のイベントに向けての告知ですとか新商品の販促ですとか、そういったもので星野テレビを使っていただきたいと思います。はい、ました、はいはい、ということで、第33回になりますけど星野テレビ、はい、向きが違うこっちこはい、ということで、放送してきました。また来週も楽しい放送にしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい、ありがとうございました。この街に生まれて、この街で歌う理由、あなたに届くように。